ドリームチェイサーです。今回はこちら仮面ライダーエグゼイドのシールコレクションを買ってきました。こちらは20月に連続当てシリーズになっていて、すべてのシールがキラキラ光るそうです。はい、シールが全20種類ということだったので1パックで揃おうかなと思って、とりあえず今回は1パックだけゲットしてきました。はい、中身どうなってるかどんどん見ていきましょう。一気に開けちゃいます。では上から順にいきます。はい、1枚目のシールは何でしょうか。せーの、じゃん。あ、全部このサイズなんだ。表のこのサイズと同じサイズなんですね。普段よりちょっと大きめ。はい、仮面ライダーブレイブクエストゲーマーレベル1です。ナンバーが書かれてますね。ナンバー005。はい、裏は何もないですね。はい、2枚目いきましょう。2枚目は誰かな。じゃん、じゃじゃん。はい、ゲームだ。仮面ライダーゲーム、アクションゲーマーレベル1。はい、ナンバー14です。かっこいいですね。一つ一つキラキラしてるけど、この光り方も違うんですね。すごい、あ、柄によってかな、この背景の絵によってちょっとなんか違う感じがしますね。同じキラキラではありましたね。はい、3つ目いきましょう。3つ目は誰が出てきますかね。はい、せーの、じゃん。これも裏かな。じゃあこっちからいきましょう。あ、スナイプだ。仮面ライダースナイプシューティングゲーマーレベル2。はい、ナンバー7、ナンバー7ですね。はい、4つ目は何かな。いきます、せーの、じゃん。あ、こういうのもあるんだ。はい、九条キリアが出てきました。ナンバー12。すごいプロマイドっぽい。はい、いきます、5枚目、せーの、じゃじゃん。あ、いいね。はい、北条 M が出ました。ナンバー3、ナンバー3。はい、いきます、6枚目。はい、誰かな。じゃじゃん。お、スナイプが出てきました。まだこれは出てきてなかったですね。仮面ライダースナイプシューティングゲーマーレベル1、8番です。はい、7枚目いきます。7枚目は、お、ゲームのレベル2ですね。アクションゲーマーレベル2、13番。はい、続いては8枚目いきます。じゃん。お、ブレイブ来ました。ナンバー4、4番ですね。ブレイブクエストゲーマーレベル2。はい、9枚目いきます。じゃじゃん。お、いいですね。これはすごい。これはこれと同じか。はい、同じやつもかぶってきましたね。はい、ブレイブとエグゼイドとゲームが戦ってますね。はい、10枚目は何かな。じゃん。あ、来ました、花屋タイガ、9番です。はい、11枚目いきましょう。11枚目は何かな。はい、おー、パラドが来ました。20番。お、20枚中20番が来ましたね。はい、12枚目、ます、じゃん。お、エグゼイドアクションゲーマーレベル2。これが1番のシールになるみたいです。かっこいいですね。はい、13いきます。じゃん。はい、これはまだ出てなかったですね。仮面ライダーエグゼイドアクションゲーマーレベル1。はい、こちらが2番になります。これが1番でこれ2番なんですね。なるほど、なるほど。はい、では続いていきましょう。
14。何かな、じゃん。お、こういうのもあるんだ。仮面ライダーレーザーバイクゲーマーレベル2が来ました。10番ですね。はい、14枚目はじゃん。おー、すごい。仮面ライダーレーザーバイクゲーマーレベル1が来ました。11番。はい、15枚目、じゃじゃん。はい、鏡ヒーローが来ました。これはブレイブかな。6番ですね。はい、そして16枚目、じゃん。おお、一シリーズいっぱい来ますね。ダンクロードが来ました。15番。はい、17枚目、じゃじゃん。はい、仮面ライダーブレイブのクエストゲーマーレベル1、5番。これは来ましたよね。やっぱり全20種だと被ってきますね。はい、こちらが被り。はい、そして18枚目、これは綺麗に揃うかな。はい、おー、なにこれ、すごい。敵と戦ってるところだ。エグゼイドかっこいいですね。19番です。はい、これが 20?19? あ、どっかでずれたかも。はい、わ、シルエットみたいな感じ、かっこいい。16番はエグゼイドとスナイプとブレイブがこんな感じで、ちょっと後ろから光が当たってシルエットみたいになってます。かっこいいですね。はい、どっかで数え間違いしたみたいなので残り2つですね。はい、残り2つ一気に取っちゃって中身を見ていきましょう。はい、こちらはこれも出てきてない、18番の戦ってる戦闘シーンですね、エグゼイド。はい、そしてラストは何かな。はい、あ、仮面ライダーゲームアクションゲーマーレベル2ナンバー13、これも出てますね。はい、こちらかぶりですね。はい、まあ全部キラキラしてますし、結構しっかりとした大きめシールなのでいいんじゃないかなと思います。剥がれるかな、剥がしづらい、あ、剥がすときもそうでもないですね。ちょこっとだけ角を折れば綺麗に剥がれますね。はい、いい感じ。では全部あるかちょっと並べてみたいと思います。はい、確認してみたら無事コンプリートできてたので早速一つ一つ見ていきましょう。はい、1番仮面ライダーエグゼイドのアクションゲーマーレベル2。はい、こちらが2番仮面ライダーエグゼイドアクションゲーマーレベル1。はい、北条 M。 続いて仮面ライダーブレイブクエストゲーマーレベル2。5番が2枚出ましたね。仮面ライダーブレイブクエストゲーマーレベル1。6番が鏡ヒーロー。7番仮面ライダースナイプシューティングゲーマーレベル2。8番仮面ライダースナイプシューティングゲーマーレベル1。9番が花屋大河。10番仮面ライダーレーザーバイクゲーマーレベル2。11番仮面ライダーレーザーバイクゲーマーレベル1。12番九条キリア。13番仮面ライダーゲームアクションゲーマーレベル2。こちらが2枚来て、14番が仮面ライダーゲームアクションゲーマーレベル1。15番ダンクロト。そして16番はこのシルエットのやつですね。17番がこちらの戦闘シーン。18番がこちらの戦闘シーン。19番がこちらの戦闘シーン。そして20番がパラドとなっていました。いくつか、まあ、被りは出るものの全部コンプリートできるのはいいですね。大人買いすれば確実に一発で揃えることができます。はい、ということで今回はエンスカイで発売されていた仮面ライダーエグゼイドのシールコレクションを紹介しました。では次回もお楽しみに。チャンネル登録よろしくお願いします。以上、ドリームチェイサーでした。また見てね。